This portrait, newly identified as Leonardo da Vinci, is going on display in London as the world marks the 500th anniversary of the death of the artist and inventor. Only one other portrait has survived from the artist's lifetime, aside from self-portraits.Martin Clayton was researching an exhibition for the Queen's Gallery in London when he identified the sketch as a study of Leonardo made by an unidentified assistant shortly before the master's death in 1519.これが2019年ダ・ヴィンチ500年祭の時にですね公開されたダ・ヴィンチの晩年の肖像画だそうです。現在はロンドンのクイーンズギャラリーに所蔵されているということですが、本当にそうでしょうかというのがこの動画ということになります。広島市、浜松市、ジャパン。考古学および美術史の世界で最も奇妙な点はですね、その道の大家、権威者がですね、一度意見を述べるとですね、周囲の人たちは皆それに従ってしまうという点です。つまりその道の権威者がですね、何々だと発言すればですね、ははーと言って頭を下げてしまうという点ですが、今回ねと言いましても2019年に公開されたダ・ヴィンチの肖像画、晩年の肖像画だそうですけども、それが右の肖像画ということになりますが、従来よりですね、発表されているといいますか、私たちが知っているダ・ヴィンチの肖像画と比べてみてもですね、似ていないんですよね。特に鼻の長さ、大きさ、形に注意していただきたいと思いますけども、むしろ右の肖像画の方がですね、若い時代のと言っても良いほどどこか若く見えるわけです。つまり右のこの肖像画がですね、ダ・ヴィンチの晩年の肖像画であるというふうにアイデンティファイド、いわゆる認識された、認知された、認められたという説にはですね、大きな大きな疑問符がつくわけです。一応イコールを入れながらもですね、私は同時に大きなバッテンを入れたいと考えています。ダ・ヴィンチなる人物はどんな顔をしていたのか、またどうして左のような人物の顔になったのか、続く動画の中でそれについて考えてみたいと思います。This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He's of course Leonardo himself. Who is the person depicted in the portrait? But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods.
It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. レオナルド・ダ・ヴィンチについての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林浩司はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そして
その名前はつまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神ロードアイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神ロードアイオンつまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカインキリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神ロードアイオンはモナリザと並びます。モナリザつまり火星の永遠の神マースアイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオンつまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔をつまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。
Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. Two Jesus. One is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. 林博士のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。イエス、キリスト、二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュ・イエス、このシャマーシュ・イエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあ、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますから、キリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めのマルドゥクとつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあ、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドゥックの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドゥックとそしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのがその下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくもこの左と言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、なあち永遠の神、ロード・主・アイオン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥクとそしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神
の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。